生データはこれだ。あ、もう十分黄色いじゃないですか。これでセレクトモードにしてるから、え、日陰マークとかで撮ったりすると、うんうんうん、移動温度とかも、うん、このぐらいで1万とかで、1万ね、なるほどなるほど。そうするとこの色黄色い感じ、うんうん、と冷めちゃう感じじゃん。これ見た目この感じですか。これがだいたいオートホワイトバランスってやつだから、だ、ね、うんうん、いたい炎の1万ケルビンっつって移動温度、俺これで撮影してるんじゃないかな、うん、ほら、おお、すごいすごい。カード入ってることだけここにすればいい。キャノンなんですね。ずっと。彼女は何回目なんですか。もう何年前だろう。もう6年経ってんじゃないかな。ああ、なるほどなるほど。毎年ぐらい経ってる。ああ、ぐらい桜とか、あの日とか。まだまだ自然光明るいよね。少し、はい、そうですね。で、もうすぐ暗くなっちゃうと思う。うん。じゃあ行こう。はい。強いですね。コミュニケーションも何もできないんだけど、うん、いやいや、すごくこれだけの俺たちのあれが出てる。これちょっとうるさいかな、クロスかな、ちょっとね、それがフィルターなんですね。後ろに入れるんです。ちょっとやってみよう。ここは効いてるかな。マスターと効いてる。トップが丸めるか。感度はオート。いや、800とか800ぐらいで抑えて。風来た、あ、来たね。
これ随分青いけどいいやろいいじゃないですか、面白いですよ。いや勉強になりました。このあの瞬発力の1枚を目指して、うん、取れたらいいかなと思って。あんだけ取ってですか1枚、まあ、こっちとかついて、うん、数打ち当たるで下手なんで、やっぱ俺は。いやいやいや、そんなことはないですけど、もうあの橋シリーズをどのぐらい続けてるんですか土屋さん。今8人目9人目8人目、うんうん、この夏は、この夏は、でまあいろいろなんか桜シリーズとかオリンピックシリーズとかいろいろありますよね。11ミリ、はい、あこっち11ミリでポートレート撮ったの誰もいないんじゃない。そうですよね、やっぱ歪みますからね、うん、それがこれよ。なるほど、歪みますかねっていうかパーツがつくっていうか、うん、それを生かして撮ろうと思ったのがこのシリーズ、シリーズ、うん、11ミリのハシビジンシリーズもそうだし、桜シリーズもそうだし、けどこのハシビジンはやっぱり土屋さん家からすごく近い馴染みのある橋がだから勝ち取りましたね、はい、で、はい、このハシビジンに関してはこの針は写真であったんだけど、上野から隅田川の橋12本を取ったの。へえ、全部がそのハシシリーズのこれの、ああこれが永代橋とか、はいはい、いろんな川で勝ち取る橋とか、いろんな清バス橋とか、隅田川の橋を全部、すごいすごい、これ蔵前とか、うんうんうん、っていうお話。橋はライトアップが、うん、オリンピックの時と、うん、その医療従事者の応援でブルーになった、うん、で水面がブルーになったのは俺これ50年住んでても初めて見たよ、こんな青くなるっていうのは。あカラー色はあっていいと思うよ、うん、もちろんです、もちろんすごい綺麗です。だからモノクロで撮っても、うん、ダメじゃん、うん、桜見せたいじゃん、見せたいです、色を見せたいですよね。これはこれもそうだし、うん、これ水銀灯かなんかだ、東京の夜景は水銀灯なんだよ、うん、大体。ああ、そう。これでしょ今日の。ちょっとお願いします。こういうのが撮ってあげられればいいんじゃない？いや十分です。だって最初からこの色味一応は、うん、クロスがうるさいかどうかって話。うん、でどうだから逆に色気はいくらでもできるんで、まあできますけどね。けど土屋さんはやっぱり最初からなんだろう、完成形の写真を目指してるわけです。こんなんでいいんじゃない。いや最高ですよ。あとこう少し明るくするとか、うん、まあまあそうですね、これ比べられるんで、はい、なんか土屋さんの写真映画っぽいですね。この橋の物語ができれば。ああ、なるほど、ね、ありがとうございます。今日はすごい勉強になりました。勉強ちょっとこれはダメだな。いや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 、公開しましょう、公開しましょう。